ここは？夢見てたのかな？確か前にも同じようなことが。そうだ、この後ソフィアさんが。こっちにも嫌がったぜ。アル、起きて、起きて。おはようございます。おはようじゃない。カーリン、いきなり蹴るなんてひどいよ。周りの状況を把握しろ。野郎に用はねえ。そっちの姉ちゃんだけおとなしくついてきな。一体どうするつもりよ。知れたことよ。ギルドに高く買い取ってもらうのさ。今日は大量だぜ。ギルド？アトラクタの？ここいらでギルドったらあそこしかあるめ。 DT さんって人身売買もしてたんですか？そんなわけないでしょ。とにかくこいつらを蹴散らすわよ。僕たち海の上にいたはずだよね。それよりあいつら大量って言ってた。まさかソフィアさんたちが。どうすんの？とにかく急いでアトラクタに戻るわよ。カーリン、一体何があったの？どうなっちゃってるの？嘘。まさか僕たちがいない間に海賊に襲われちゃったとか。でも荒らされたといった感じじゃないわよ。誰か呼んでみようよ。もしかしたらガストンさんがいるかもしれないし。まだ下手に動かない方がいいわ。外に出て情報を集めましょう。カーリン、何にもないよ。そんな。看板がない。空き家だわ。どうして？だって昨日まで僕たちが泊まっていたのに。何かとんでもないことが起こっているみたいね。よかった。武器屋の親父さんはいるよ。でも、様子が変よ。酔っ払ってるよ。カツラなんか被って、パーティーでもあったのかな？そんなわけないでしょ。おじさん、起きて！聞きたいことがあるの。なんで、姉ちゃん。ちょっと、僕の顔を忘れたっての？いい年して昼間から酔っ払ってさ。だった？お前なんか見たこともね。それに、俺様はまだ25歳だ。ダメだよ。完全に泥酔してる。おじさん、しっかりしてよ。この町は一体どうなったの？僕たちの仲間はどこに連れて行かれたの？連れて行かれた？なんだ、お前らの仲間もギルドに捕まったのか？やっぱり、あいつらが言ってたことは本当だったの？奴らは…女子供をさらっては奴隷として遠くの国へ売り飛ばす。
奴らが来てからこの町畜生。しっかり一体何があったのかはわからないけど、みんながギルドタワーに捕まっているのは間違いないみたいね。助けに行こう。もちろんよ。お前ら二人だけであのギルドの連中に歯向かおうってのか。やめとけ、死にに行くようなもんだ。おじさん、逃げてばかりいても何も変わらないのよ。小娘が言いやがれ。だったら武器くらい持っていきな。誰もいないね。あら、書き置きがあるわよ。何ちょっとエントリー費で戦争が始まっているので了承してきます。お買い物の方は代金を置いていってください。それと泥棒すると防犯装置が作動するわよ。エントリー費ってカリンの故郷じゃ。でも今は戦争が起こる理由なんてないわよ。他を調べてみましょう。準備はいい？いつでも。行くわよ。ちょっと痛いわよ。もう少し丁寧に扱ったらどうなの？本当に野蛮な連中ね。ソフィアさん、ソフィアさん無事だったんですね。ルルちゃんも捕まってしまったんです。あなたたち誰？ルルって？はい、お願いです、それ以上近づかないでください。かわいいね、そんなに怖がらなくたっていいんだよ。誰かな？俺がなってやろうか。私の名前はアリス・マクドガルです。マクドガルって あそこにだけは手を出しちゃいけねえって親分が言ってたよな。バカ野郎、確かに奴にはアリスって娘がいるが、まだ8歳のガキンチョだった話だ。それともこいつが8歳に見えるってのか。この甘いはったりかましやがったな。もう許さねえ、お仕置きしてやる。そんなどういうこと。カリンさん、なんだてめえら。僕らの仲間を返してもらいに来たのよ。さあ、アリスから離れなさい。へへ、たった二人だけで来るとはいい度胸だ。いいとも、お前らも一緒にお仕置きしてから売り飛ばしてやるよ。それで、他のみんなは？サーラさんとラディッシュはチカロへ連れて行かれました。ソフィアさんとルルちゃんは見てません。オッケー、まずはその二人を助けるわよ。ちくしょう、ちくしょう、俺だって。どうです、開きそうですか。ダメだ、開きそうにないよ。ここの連中、なんで鍵を持ってないの？武器屋のおじさん！すまなかったな。君たちのおかげで目が覚めたよ。ここは任せてくれ。
が開いたらあたいが一発食らわせるから、その間に外に飛び出してくれ。目にもの見せてやろうぜ。よし、いいぞ。やった。いいか、開けるぞ。まだ。うわっ、やった。誰だこいつ。浮き屋のおじさんよ。助けに来てくれたのになんてことするの。サーラ、一体何ぶつけたの。いや、適当に調合した気配薬なんだけど、失敗したみたいだな。それじゃ、私は先を急ぐから。助けてくれてありがとう。あ、ちょっと、ソフィアさん。カリーさん、あの人はソフィアさんですけど、ソフィアさんじゃないんです。どういうこと。聞いて驚け。あのソフィアからこの町のことをいろいろと聞いたんだ。で、その話からするとだな。ルール、どこに行ってしまったの？それにしても、アトラクタは一体どうなってしまったの？これでは、まるであの時に。あ、ティティ。じゃあここは本当に8年前のアトラクター？そうなんです。なんと今はエントリヒのジンマ戦争から3ヶ月後なんだそうです。だからここはまだ旧ギルドが支配している暗黒街なんです。でも、そんなの信じられないわよ。あの、そのことを考えるのは後にして、本来のソフィアさんとルルちゃんを助けに行きませんか。そうね、難しいことを考えるのは後でもできるもんね。で、どこへ行くの。あとは1階の奥と上しかねえ。そのこと全部叩き潰しちまおうぜ。オッケー、それじゃ行きましょう。武器屋のおじさんはどうするの。かわいそうだけれど、ここに置いていくしかないわね。おっさん、ごめん。てめえら、どうやって牢屋から出たんだ。あんな臭くて汚いところにいつまでもいられるわけないだろ。やろうとも、立てじめ。この階はこれで全部みたいね。あとは上だけだ。そうだわ、確かあの時私はギルドの人狩りに捕まってここに連れてこられたんだ。そして GT が私を助けに来た。まさかルルもここに。ずいぶん汚い部屋ね。きっと TT さんが改装するんだよ。てめえら、人の部屋に上がってきて言いたい放題抜かしてんじゃねえ。道は右と左、どっちに行く。じゃあ左。みんな右に行くわよ。ちょっと。広いわね。危ない危ない。いくらなんでも
昔の自分と鉢合わせするわけにはいかないわよね。ソフィア、ティティ、なんかすごいところに来ちゃったような。だから僕の行った方へ行けばよかったのに。お前ら人の網を焦がし合ってただじゃおかねえ。さあもう一つの部屋へ向かうわよ。だから僕が。男がいつまでもうじうじ言わない。はい、ごめんなさい。ソフィア、ソフィアなのか。あの無事だったんならよかった。違うのよ、私は。よかった、本当によかった。ティティ、君がギルドの人狩りに連れて行かれたと聞いて、君を助け出すことしか頭になかった。それで危険も顧みず一人で助けに来てくれたの。自分でも無謀なことをしたと思っている。本当に何も考えられなかったんだ。君を失うかもしれないと思うとたまらなく怖かった。ティティ、今ならいい。君を愛している。ここから抜け出して二人で一緒に旅に出よう。でも確かに今まで俺は君にいろいろと辛い思いをさせてきたかもしれない。だがもう他の女は顧みない。君しかいないんだ。俺と結婚してほしいんだ。ソフィア、一人で勘違いして一人で裏切られたと思い込んで。ソフィア、どうしたんだ。ごめんなさい、私あなたと一緒に行けない。俺ではダメなのか。そうじゃない、あなたを愛してる。いえ、ずっと愛してきた。それじゃどうして。わけは聞かないで。でももし私を思い続けていてくれるならお願い、8年待って。8年。そう、8年したら帰ってくる。だからそれまでにこの町を昔のような、私たちが育った頃のような美しい町にしてほしいの。しかし俺にそんなことが。大丈夫、あなたならできるわ。ソフィア、かわいいの。どうじゃ、おじさんのペットにならんか。おお、そうか、そんなに嬉しいか。待ちなさい、変態。ルルを返しなさい、このケタモノ。あ、お主らこの子の何なんじゃ。私はその子の母親よ。ソフィアさん、無事だったのね。さっきから下で騒いどったんは大主らじゃな。許さ、わしのペットどもの餌にしちゃる。やっと皆さん揃いましたね。
次の問題を話し合うべきね。ソフィアさんも気がついてたの。正直とても信じられないわね。だけどここは紛れもない8年前のアトラクタなのよ。ここで生まれ育った私が言うんだから間違いないわ。でもどうやって時を戻すんですか？時を戻す。私は時を戻す方法を探している。時を戻すことができれば母さんを助けることができるかもしれないんだ。そうだ、あたいの母さんはあたいが小さい頃に事故で亡くなったって言ってたっけ。呪術師の家系で考古学者でもあった親父は時を遡る魔法を熱心に研究していた。サーラ、見つけたぞ。時を超える方法だ。あとは鍵さえ見つかれば。なんかじゃなかった。サーラ、しっかりして。もしかしたら戻れるかも。え、どうやって戻るんですか？ここから北にある山奥に入ったところに捨てられた古い遺跡があるんだ。死んだ親父はその遺跡を時の神殿と呼んでいた。あたいの親父はここで時を遡る方法を研究していた。この時の神殿と呼ばれる遺跡で。なぜ時の神殿と？わからない。ただ人が生まれるよりもはるか昔に作られたものだって言ってた。神殿って言っても変な題材以外に何にもないんですね。親父の研究によるとここはただの扉で他の場所にある本当の神殿に続いてるんだとさ。時を渡る資格のないものが神殿に入ってこないように。私たちにその資格はあるのかしらね。でも私たちは間違いなく時を超えてきたわ。なんだろう、すごく嫌な予感がする。でも何か懐かしい。一体何が起こったの？まさか扉が開いたのか？ある？ある！どうしましょう。仕方ないわね。私たちも行きましょう。ある？ここは時と空間の狭間、すべての時間と場所へとつながるところ。ええ。どうしてアル君がそんなことを知っているの？あなたは一体。
わかりません。思い出せないんです。ただ、わかっているのは、僕がなぜだかここを知っているということ。ある。やっぱり、あたいが昔見たのはあるだったのか。あるがあたいの親父よ。ね、何のことですか？じゃあ、元の時代へ帰る方法も知っているんですか？ええ。おそらく、みんなで元の時代へ帰りたいと願えば、帰れると思います。今なら、まだ間に合うはずです。今なら？カリン？ある？ここからは、もっと過去へ戻ることもできるの？え？そりゃ、可能だと思うけど。ごめん。みんな、一足先に帰っていてくれる？カリン！いきなり何を言い出すんだよ！僕、過去に戻ったと分かった時から考えていたの。あと1年。あと3ヶ月過去に戻ることができれば、パパとママの命を助けることができるんじゃないかって。カリン、まさか過去を変えようというの？ダメだよ、そんなことをしたら。僕はもう決めたの。戦争が始まる前のエントリー費に戻って、すぐに島から出るようにパパとママに言うんだ。そうすれば、パパとママも殺されずに。カリン、過去は変えられないんだ。もし過去を変えようとする者がいたら。アル、まさか。二人とも何を言ってるの？一体何をそんなに恐れているの？カリン、やめて。出ないと奴が。我は時の守護天使アルビス。すべての時と空間を監視する者。こいつだ。こいつがあたいの親父を殺したんだ。時を犯す者どもよ、死をもとって罪を償うがよい。違うんです。僕たちは未来からここに飛ばされて。それはありえぬ。上妙の者に時を超える力はない。なんだと、バカな、お前は。親父、仇は取ったぜ。お前たち、一体何者だ？人の身でありながら、この私を、時の支配者たる守護天使アルビースを倒すと。だが、
私は何時らを決して見逃しはせぬ。私がよみがえりし時は、すなわちそれ何時らの最後のしわしの眠りぶりにつこう。行け、何時らの来たところに戻るがよい。僕らはアトラクタの町に近い平原で倒れているところを救出された。今はいつと尋ねる僕に、 TT おじさんは笑って、君たちが海の上で消えてから2日目だよと教えてくれた。僕たちは帰ってきたんだ。でも何もかも元通りにはならなかった。マクドガルさんは度重なるデュマの襲撃で財産のほとんどを失っていた。サーラは自分の父親を殺したのがある天使アルビースであることを知ってしまって、ショックのあまり部屋に閉じこもってしまった。そしてアルは、アルは帰ってこなかった。もう起きてもいいのかい？うん、もう大丈夫。誰も帰ってこないね。アリスちゃんはお父さんがかなり大変らしいんで、うちに帰るそうだ。なあ、サーラちゃんに声をかけてやってくれないか。何か口に入れないと本当に倒れてしまうよ。うん、大丈夫、アル君はきっと無事だよ。うん。君の方から訪ねてきてくれるなんて。体の方はもういいのかい？ええ。そうか。とにかく君が無事でいてくれて嬉しいよ。ガストンさんから聞いたの。あなた、私たちが消えた後、辺りの海を血眼になって探してくれたんですって。ああ、自分でも訳がわからないくらい取り乱してしまってね。実に恥ずかしい話さ。あなた本当に8年前と変わってないのね。どうしたんだ？どこか痛むのか？ごめんなさい、ごめんなさい。どうしたんだよ、一体何を謝ることがあるんだ。
って本当にバカ。あなたは私との8年前の約束をちゃんと守ってくれたというのに。ソフィア、ソフィア、8年前に俺が君に言ったことを覚えているかい？ええ、今度はちゃんと覚えているわ。俺、ルルちゃんのいい父親になれると思うよ。バカね、あなた最初からあの子の父親よ。私たちもうおしまいなのかな。お前との約束を果たせる時が来たよと。こんな情けない男だが、せめて最後まで見守っていてくれ。僕はその夜、アルの夢を見た。アルは、誰もいない暗い場所で、一人ぼっちで泣いていたんだ。やあ。眠れたかい？うん、ちょっとだけ。サーラは？さっき出て行ったよ。声をかけようとしたんだが。そう。なあ、まだ寝ていた方がいいんじゃないか？こっちは別に構わないぞ。大丈夫。あれからいろいろ考えて、やっぱりアルを探しに行くことにしたの。そうか。そうだな。それがいい。もしかしたらしばらく帰ってこれないかもしれないけど。それは構わないが、他のみんなは？ダメでも僕一人で行くつもり。一応声はかけてみるけど。大丈夫、きっとみんな同じことを考えているさ。じゃあ行ってくるね。あ、気をつけてな。しょーい。いつもの元気はどうした？うん、アトラクタを救った英雄たちがそんな顔してちゃいかんな。アル君が帰ってこないことは聞いとるよ。心配なのはわかるが、悩んでいても仕方あるまい。そうじゃないんだ。もしかしたらアルはあたいの親父の仇かもしれないんだ。あたい、どうしたらいいのか。何があったか知らんが、あの子はいい子だよ。ただ幼い子供のように傷つきやすそうなのが心配だがね。傷つきやすい？まあわしの勝手な感想だがね。長く旅をしていたそうだから、知識はいろいろ豊富らしいんだが、時々ふと幼い子供のように見えることがあるよ。あたい、昨日の夜変な夢を見てさ。アルが一人ぼっちで泣いてるんだ。そりゃ助けを求めてるんじゃないかね。助けを？心当たりがあるのかね。あたい、ちょっと旅に出てくるよ。で、帰ってきたら、その、ここでバイトさせてくれないかな。そりゃ大助かりだが。どういう風の吹き回しだ？
まあいいじゃん、細かいことは。とにかくちょこっとだけ吹っ切れたよ。ありがとな。お、頑張れよ。もう体は大丈夫なのか？ええ。パパ、今までわがままばかり言ってごめんなさい。パパがもうずっと前から会社のことで苦しんでいたと知っていたら。今回のことは私自身の責任だよ。ただお前には謝らなくてはならない。母さんとの思い出がたくさん詰まっているこの屋敷を手放さなければならなくなった。そんなことない。だって私よりもパパの方がよっぽど辛いはずだもの。パパ、私家に戻ってきてバイトでも何でもしてパパを助けるわ。だからもう一度一から頑張ろうよ、アリス。その前に最後のわがままを聞いてほしい。友達を助けに行きたいの。この町でラディッシュの次に初めて友達になってくれた人を。気をつけていきなさい。私は母さんと一緒にお前の無事を祈っているよ。ありがとうパパ。母さん、あの子は強くなったよ、私の知らない間に。やっぱり行くのかい？ええ、あの子たちがいなかったら今の私たちはなかったかもしれないから。俺も行かなくていいのか？ダメよ、あなたがいなくなったらこの町はどうなるの？しかしルルはまだ小さい子供なんだぞ。ルル、子供じゃないもん。ほら、怒られた。仕方ないな。くれぐれも無茶はしないでくれよ。分かってますわ、あなた。ほら、ルール、行ってきますの挨拶は。行ってきます、パパ。パパ、泣いてるよ。男は他人に涙を見られたくないものなのよ。そっとしておいてあげなさい。とにかく全員揃ったんだから早く出発しようぜ。出発！みんな、ガストン、これからアルを迎えに行ってくるね。確かに報告したよ。お、確かに受けたまわったぜ。だがその前に海賊退治の報酬を受け取ってくれ。これから時の神殿へ向かう。これが僕たちパーティーの最後の仕事よ。ああ、扉が開いている。やっぱりアルはここに。普通は入ったら閉じるものじゃないんですか？そうね、
考えても始まらないわね。でも罠かもしれなくてよ。その時はその時よ。僕は人間じゃない。そうだ、私は人間ではない。今ならわかる。僕の中にもう一人の僕がいる。私はお前であり、お前は私なのだ。もし僕がこのままカリンたちと一緒にいれば、僕は彼女らに危害を加えることになるかもしれない。かの者たちは裁かれねばならない。カリン、来ないで。さあ来い。やめて。扉は開けておいた。ここに着いた時が何時らの最後だ。やめろ。僕は誰も傷つけたくないんだ。そうだ、僕が今ここから飛び降りて命を絶てば。それは不可能だ。誰？天使の魂を持つ少年よ。あなたはソーンさん。君の知りたいことを教えてやろう。あなたは知っているんですか、僕が何者なのかを。知っている。君は時を見る者、時間と空間の支配者、そして時を司る守護天使アルビースの化身だ。なぜ僕がカリンたちを殺さなければいけないんですか。なぜ僕は記憶をなくされていたんですか。アルビースは時に干渉しようとする者を排除する役目を担っている。普段は人間の姿を取りながら裁くべきものを探し続ける。君のことだ。だがアルビースは不覚にも8年前人間に返り討ちに遭ってしまった。彼ほどの上級天使であれば人間などに倒されるというのはありえないことだ。だが現実に彼は倒された。彼は無力な人間の姿となり再び蘇るための眠りについた。しかし魂がなければ肉体は死んでしまう。そこである君という人格が生まれたのだ。僕が？そうだ、君はまだ生まれて8歳の子供に過ぎないのだ。でも僕が死ねば、そうすればカリンたちは。先ほども言った、我々天上界の者は自ら死ぬことを許されていない。我々？じゃあ、あなたも。私は天上界で至高の座につきながらも反逆者の汚名を着せられ、戦いに敗れて地に落とされたものだ。以前君が倒したデュマもおそらくはかつて私の騎下で戦い共に落とされたものなのだろう。だが私は必ずや天上界に戻ってみせる。そのためには君の力が必要なのだ。僕の力が？そんな。さあ目覚めよアルビース。
上界まで飛ばないのよ。くそ、お前らアルをどうしやがったんだよ。上へ急ぐわよ。孫さん、嘘だろ、羽が生えてるぜ。すまないが、君たちをこれ以上行かせるわけにはいかない。どうして？どうして孫さんが？アルビースは目覚めたばかりだ。天使とは再び不覚を取るやもしれぬ。リスクは排除せねばならない。そんな、まさか孫さんがアルを？てめえ、アルをどうしたんだよ。知りたくば俺を倒してみせろ。孫さん、どうして？俺は天に帰りたかった。行け、今ならお前たちでも戦える。取り戻すがいい。アルを助けられるの？本当か？急げ、時間は残り少ない。誰もいませんね。アルは？ここにいる。再び会えたな、罪人たちよ。まさか時の番人たるこの私が時にもてあそばれようとは思ってもみなかったぞ。天使アルビース、アルはどこなの？何ちらの目の前にいるではないか、愚か者どもめ。嘘だ、あたいは信じないぞ。だってアルは、アルは少女よ。お前の考えている通りだ。私はアルであり、アルでない。だが悲しむことはない。せめてもの慈悲で父親と同じところに送ってやろう。あんた、やっぱりアルじゃない。返せ、アルを返せよ。アル、聞こえてるんでしょ。こんなやつに負けたら承知しないわよ。無駄なことだ。人間ごときの卑小な意志などとうに潰れて消え去っているわ。さて、そろそろ茶番は終わりだ。8年前の借りを返すとしよう。お前たちがいくら私を傷つけようとも、決して私を倒すことはできぬ。貴様、あくまでもこの私に歯向かうつもりなのか。何が起こったの？まさか、アル！己？ならばこやつらを蹴散らしてから意志の最後の一片まで消し去ってくれるわ。みんな、アルはまだ無事よ。今のうちにもう一度やつを。こしゃくな人間風情が。この私が二度までも人間不正にやられるんだと。
アル、しっかりしてくれよ。お前が死んだら、あたい。アル、起きて。アル。おはようございます。アル、お前ってやつは。サーラさん、みんなも。おかえり、アル。真っ暗闇の中でカリンやサーラさんや皆さんの声が聞こえてた。おかげでアルビースと戦うことができました。お疲れ様。感動的です。よかったですね。何はともあれ、めでたしめでたしというところかしら。めでたしめでたし。まだだ。古き友よ、何時の願いを叶えよう。代わりに我に今一度の力を。終わったの？終わったよ、すべて。あたいら、本当に天使をやっつけちまったのか？すごいですわ。はや、びっくりしました。きっと、あの人のおかげだよ。いろいろと迷惑をかけてしまったな。そんな、ソーンさんこそ僕たちを助けてくれたじゃありませんか。だって僕たちの力だけで天使を倒せたはずがないんですから。これ以上奴に協力する義理もなかったのでな。これからソーンさんはどこへ行くんですか？天上界を目指す。君たちに倒されることも天上界へ帰る方法の一つなのだよ。そうだったんですか？完全によみがえるには長い時が必要だろうし、償わねばならないこともたくさんあるが、きっとやり遂げられるだろう。こんな私でも共に歩んでくれる者がいるから。さらばだ、我が古き友よ。もう二度と会うことはあるまい。なぜなら今や君はアルという一人の人間なのだから。そうよ、みんなお家へ帰っちゃったの。ルルもパパのところに帰りたい。帰りましょう、私たちの家へ。ところで、どうやって帰るんだ？そうね、それにここをこのままにしておいていいものかしらね。天使は不滅ですけれど、蘇るのは数百年、数千年後です。地上の扉を開けられるものは
他にいませんから、放置しておいても差し支えないでしょう。僕にはもう何の力もありませんけれど、ここからなら一度だけ好きな時間、好きな場所へ行くことはできると思います。一度出たらもう二度と戻ってこれないのね。そうです。さあ、皆さんで行きたい時間、行きたい場所を思い浮かべてください。そこが僕たちの帰る場所です。